オリエンタルビル株式会社は、愛知県名古屋市中区栄に本店を置く、不動産賃貸会社。愛知県名古屋市中区栄三丁目で、三越、らしくに、名古屋市名東区極楽で、山中に、ビルや店舗を賃貸している、不動産賃貸業。その他イタリアンレストランを経営。オリエンタルビルの創業者は、平松沢1893年。 愛知県西葛外郡清須町に出生。沢は三井物産の代理店として鳥の飼料を扱っていた平松豊介商店の経営者である平松豊介と結婚。1913年に平松豊介商店は中国や朝鮮との取引が拡大し業績を伸ばすと豊介は商売で成功したため地位と名誉を求め県会議員として活躍すべく 政治の世界へ転身した。その結果、平松豊介商店は妻の沢が切り盛りするようになった。1934年に豊助が死去、その後は41歳の沢が女で一つで商店を取り仕切った。資料の輸入先を中国、朝鮮から満州に変更するなど事業規模を拡大し、業績は順風満帆の中、終戦を迎えたため、 軍の要請で大量に調達していた、食料品を軍に引き渡す前に、代金回収不能となり、在庫を大量に抱えた。沢はこの苦境に、在庫のニシンやスルメなどを使いつくだにを作り売り、鶏卵も取り扱ったところこれらが大当たり、戦前とは比較できないくらいの利益を焦点にもたらした。沢は戦争で焼け野原になった名古屋を見て、土地に目をつけた。 1946年、現在の名古屋三越栄店と中日ビルの間、現在のバスターミナルのあたりに商店の利益を使い、栄の一等地約700坪を購入し、2階建ての洋館、大和ホテルを建設した。40室程度の小さいホテルだったが、終戦当時名古屋で唯一のホテルであった名古屋観光ホテルが、米軍に接収されていたため繁盛した。 1947年、名古屋市再開発の一貫100メートル道路の建設計画が転機となる。100メートル道路久屋台通に大和ホテルがかかるため、現在の三越がある場所へ移転を余儀なくされた。これを機に周辺の土地を購入しビル建設へと向かっていく。当初の計画は3階までが百貨店、4階から8階までが映画館、銀行、ホテル、オフィス。 屋上には、スポーツランドという全国でも、初めての複合ビルを建てようともくんだが、建設省より大規模建築政権法が施行され、八階建てを三階建てに変更せよと命じられた。戦後の資材不足の折、もったいないということでの命令だったようだ。しかし、ただでは起きない沢は、後の増築を見越して八階建て用の基礎工事を行った。 1952年9月7日、オリエンタルビル株式会社の設立登記完了。テナントはビルオーナーである当社が直接募集するという専門店ビルを目指したが、当時は家賃を払って商売をするという発想がなく、全く集まらなかった。集合ビルを諦め、一社一括賃貸に方針転換をしたところ、中村五福店が手を挙げた。 A という繁華街に進出していた伊藤五福店十一屋五福店に比べ広小路本町というオフィス街で出遅れていた中村五福店との思惑が一致全国で初めて賃貸物件入居の百貨店としてスタートを切った1五十四年二月八日に中村五福店と正式調印を行いオリエンタルビルも百貨店の経営に参加することになり中村五福店が 当社の名前を組み入れたオリエンタル中村と社名変更を行った。開店は1954年5月、3階建ての店舗に4日間で26万人もの人々が来店。オープンとほぼ同時の6月に名古屋テレビ等が完成し、同年8月には地下鉄工事が始まるなどまさに戦後の復興時期と言える。世の中が人無景気では来たつ1956年10月。 7階建てに増築。1957年には名古屋、栄間の名古屋市営地下鉄東山線が完成し、来店客数の増加を大いに後押しした。これ以降、順次土地を広げ、臨地600坪に8階建てのビルを建設し、1962年10月に完成。これにより床面積が1万4000坪となり、久屋台通と接した。 平松沢は、さらに広小路通りと久屋台通に接する、北川角土地の取得を目指したが、地価が急上昇しており、最終的には402坪のうち116坪を当社、74坪が百貨店、残り212坪を3名の所有者が共同で購入することになった。この土地に、地上8階、地下2階の共同ビルを建て、1969年9月にオーブン。 この結果、1954年に売り場面積4000坪でスタートした百貨店は19000坪となる大百貨店へと成長した。しかし、創業以来流星を誇っていたオリエンタル中村百貨店だったが、1975年から経営に変調をきたすこととなり、従来から業務提携を行っていた三越と資本提携の話に進むこととなった。 1977年5月、三越がオリエンタル中村に資本参加。1980年10月1日、社名変更し、名古屋三越百貨店となる。これで名古屋の百貨店は、松坂屋、丸江、名鉄百貨店と合わせ三越の頭文字がすべて M になったため 4M と呼ばれるようになった。その後、三越本体が変調をきたし、 伊勢丹と経営統合、2008年に三越伊勢丹ホールディングス、2011年に完全に経営統合し、三越伊勢丹となった。2010年、松坂屋も大丸に吸収され、大丸松坂屋百貨店となり、2018年に丸江も百貨店を廃業したため、4M は事実上解体した。オリエンタルビルは不動産賃貸業のため、賃借人である。 百貨店の名称変更は直接の影響はない。社名、オリエンタルの由来には特段の意味なく、創立当時、カタカナの社名が格好良い、オリエンタルと名付けて潰れた会社はないとのことで付けられた。カレー製造業の株式会社オリエンタルとは人的、資本関係はない。オリエンタルビル屋上にデパートの屋上として日本最古の観覧車がある。 1956年製鉄骨作り、高さ12メートル、足間6.2メートル、足幅7.4メートル。2007年国の登録有形文化財として登録。当時の屋上遊園地には、観覧車の他に、豆自動車、ラビと木馬などの遊具が置かれた。観覧車は、鉄骨製アーチ型ポストを両側に立て、その間に、 鉄骨トラスの直径10メートルの円形ホイールを取り付け、その端に4人乗りのゲージ9個を吊り下げたもの。約4分間で一周する。日本の観覧車は明治後期から登場しているが、オリエンタルビル屋上の観覧車は、デパート屋上の観覧車としては、最も古いものの一つとされる。2、名古屋中ロータリークラブ第1964回、霊界新入会委託話。 平松商店から、オリエンタルビルへ、我が社の歴史2018.12、25閲覧。ありがとうございます。